2日の事故を閉鎖されていた羽田空港 C 滑走路が再開し、本格的に運用が始まりました。国土交通省は事故前の発着回数を確保できるとしています。日本航空による機体の撤去作業が昨日終了したことを受け、今日午前0時 C 滑走路の運用を再開しました。閉鎖の影響で昨日までに 日本航空と全日空の国内線で合わせて1,200便以上が欠航、およそ20万人に影響が出ました。全日空は今日以降羽田発着の欠航が解消する予定です。一方、日本航空は今日と明日も機材降りの問題で大阪や福岡を結ぶ路線を中心に欠航を決めている便があります。